はい、どうも岩本明です、今回の動画はですね、はい、こちらですね、こちらがね、届きましたので、まあ、こちらのね、ご紹介をしたいと思います。今回はもう軽くね、開封して、最後にレンズを取り付けるというところまでやっていきたいと思います。はい、ではですね、早速開けていきたいと思います。開け方はこっからかな。ここから。お、なんだ。なんだこれ。結構硬いね。はい。こんな感じで。ちょっとね、フォーカスがどんな感じなんだろう。いけてるかな。今回もね、HLG で撮っています。はい、フォーカス固定の方がいいかな、やっぱり。おお、すごいね。はい、レンズなんかめっちゃ入ってんな、これで、さらになんだこれ、これで全部かな。はい、まあ取説ですね、取説とで保証書ですね。はい、保証書はちょっと置いてきます。はい、でこの箱の中身がフードとかかな。はい、フードと、フードとですね、ケースですかね。はい、あ、かっこいいケースですわ。はい、まあこれもね、使わないのでそのまましまいます。でフードもおそらく使わないのでしまいます。よいしょ。はい、もうね、レンズはもうさらっと開けていきたいと思います。はい、もうね、じゃんということでいったかな。はい、今回はこのね、2405のレンズですね。はい、ちょっとね、シグマのレンズが不具合だったために、もうこちらにね、もう純正にしちゃおうというところでこちらにしました。はい、で、まあ、2405F4 同士のレンズということで、まあまた激しいな、フォーカスが。はい、2405のね、レンズということで、F4 同士のレンズになります。はい、でまあね、結構幅広い領域を、F4 でね、カバーしてくれるというところになるので、まあ結構私のね、使う用途には、まあ、最適なんじゃないかなというところで、まあ、もともとね、これをね、買おうとしていたんですけど、ちょっとその、明るさをね、重視しようと思って、シグマのね、2470のね、F2.8 のレンズを、まあ、買ったんですけど、まあ、どうもね、オートフォーカスの性能も悪かったっていうのもありますし、もうそもそもね、私のレンズ、買ったレンズが、まあ、不具合だったということで、まあ、もうこちらにね、入れ替えることになりました。はい、でまあ見た目的なところで言いますと、かな、はい、まあ、2405というところと、はい、回していくと、まあ、ロック機構がね、ついているっていう部分と、まあ、AFMF の切り替え、あとは手ブレ補正の、オンオフですね。はい、でこのレンズをね、ルミックス S5 につけると、6.5 段分のね、手ブレ補正になるということだと思いますので、まあ、それはそれでね、楽しみの一つになります。はい、で105というね、画角に対して、まあ、やっぱりね、ブレも目立ってくるかと思いますので、まあ、さらにこの 6.5 段分になることで、まあ、その部分もね、問題なく、ブレもなく、
動画写真がね撮れるんじゃないかなというふうに思っています。はい、もうそんだけなんだけどね。で、伸ばすとこんな感じですかね。はい、伸ばすとこんな感じになります。はい、で、フィルター径が77ですね。はい、77になりますので、確かね、私77って持ってないと思うんですよね。まあ、なのでちょっとステップアップリングだとか、まあ、そのあたりでね、ちょっと対応する必要があるかなというふうに思っています。またね、ワブリンクが起きてますね。HLG だとね、起きやすいみたいなんですよね。これね、なんかね、本当に行くんですよ。なんでこんな乱れるんでしょうね。はい。ということで、今ね、HLG で撮ってはいるんですけど、まあ、これも、そのオートフォーカス性能をね、見たいので、今ね、ついているレンズっていうのが、20-60 のね、キットレンズになります。はい。で、これと、ちょっとね、これを入れ替えたいと思いますので、まあ、最後にね、これを入れ替えて、どんな、まあ、AF 性能なのかっていうところを見ていきたいなというふうに思っています。まあ、HLG だとちょっとね、あのフォーカスが乱れがちなので、どうしようかな。まあ、とりあえず HLG のままでいきますか。まあ、前回のね、シグマと比較して、まあ、この標準、まあ、純正レンズがどこまでね、オートフォーカスが問題なく使えるのかっていうところを見ていきたいと思います。まあ、当然ね、あの今ついているレンズとまあ変わらないぐらいのオートフォーカスの速さと、精度だと思いますので、はい、そこをね、見ていけたらなというふうに思っています。はい、ということでですね、今からレンズを入れ替えたいと思います。よいしょ。はい、レンズの方ね、入れ替えました。どうですかね。今ね、相方は早かったですよね。ちょっとこのレンズを使って、オートフォーカスをね、見ていきたいと思います。はい。おー、来ましたね。はい。で、外して。まあまあまあ、早いね。ちょっとね、認識があれですけど。はあ、まあこんなもんか。でね、マクロというね、レンズになっているんで、結構ね、まあ、寄って撮れると思うんですよね。ちょっと、かなり寄せてみましょうか。うお。お、来た来た来た。ちょっと無理？この辺は？あ、この辺は来そうな感じですね。まあ、やっぱ10センチぐらいかな、レンズの先から。はい。これぐらいは撮れるよという感じみたいですね。はい。よっしゃと。はい。まあこんなぐらいのオートフォーカス性能ということで、まあ今ね、HLG で撮ってるから、ちょっとね、乱れがちの部分もありますけど、まあでもね、前回のね、シグマと比べると、まあまだいい方かなというふうに思います。はい。まあ、ちょっとね、HLG 一回切ってみましょうか。はい。ちょっと標準の、フォトスタイルに変えたいと思います。よし。よいしょ。はい、こちらがですね、フォトスタイルがスタンダードになります。どうですかね。まあ、オートフォーカスをね、これが、フォトスタイルで変わるのがなんかちょっとね、違和感ありますけど、まあ、これで、おう。おう。安定してそうな気がしますね。はいはいはい。うんうん。
これはちょっと近かった？近いかな？はい、来ました。もうちょっと、もうちょっと寄れる？もう結構やっぱ寄れるね。寄れる寄れる。もうここは無理か。ここは無理か。はいはいはい。で、ワブリンクの方は、起きてないですよね、今のところね。まあ、やっぱりシグマよりも安定しているかもしれないですよね。で、標準のね、フォトスタイルにすると、ちょっとね、青みがかってるような気がしますね。まあ、でも、オートフォーカスは、やっぱり、早いですね。うん、ちゃんと、食いついてる感があるんで、やっぱり純正レンズだなというところですかね。はい。ではね、また HLG の方に戻したいと思います。HLG にするとね、なんか暗くなるんかな、ちょっとね。なので、ISO 感度をちょっと上げないとダメなのかもしれないですね。多分。そんな気はしますね。まあやっぱりダイナミックレンジがね、広くなる分、まあその影響で、このね、明るさも変わってくるんじゃないかなというふうには思います。はい。まあ今日はね、ざっとこんなところで、終わりたいと思います。まあとりあえずは、2405のね、レンズを買って、軽くこのね、オートフォーカス性能を確認してみました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっていますので、よかったらフォローしてください。コメントもね、気軽に残してくださいね。それでは、次の動画でお会いしましょう。さよなら。